こんばんは、満月堂のみょんねえです。今朝の朝立ち観測、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくれたかな。3つの課題の詳細とふんどしパンツのお店の URL は動画の最後にお話ししているのと、この動画の下タイトルの下の細かい文字のもっと見るのところをプッと押すとピャーって全部できてくるのでチェックしてみてください。さあ、今日のこの動画のテーマは、睡眠不足は太る、その理由はなぜだっていうお話です。睡眠不足って勃起力にめちゃくちゃ悪いんですよ。このね、勃起力に大事なテストステロン値をね、ガーンって下げちゃうんですね、睡眠不足。そして睡眠不足によるこの自律神経の乱れっていうのも勃起力にめちゃくちゃ悪影響なんですよ。なので、おちんちんにとって睡眠ってめちゃくちゃ大事だし、睡眠不足って本当に大敵なんですね。で、それだけでなく、実は睡眠不足によって太るという研究もあるんです。思わず巻き舌になりましたが、太る、寝ないだけで、これどういうことか、そしてね、もちろん太るとどうなりますか。はい、勃起力にも悪影響がありますよね。それは散々この動画でもお話ししてきたところです。なので、男性にとって睡眠不足って本当にね、まあマジで負のサイクルと言えますね。それ以外ないんじゃないかっていう感じですよね。なので、今日はそんなね、睡眠不足と肥満の関係、なぜ太るのかっていう点も含めて紹介していきたいと思います。あなたが太っている、あなたが痩せないのは、そして勃起力が低下したままなのは、もしかしたら睡眠不足が原因かもしれません。では寝ないと太るって本当なんですって。19歳から39歳の肥満ではない健康な人をね、集めてきまして、こういう実験をしたんですね。4時間の睡眠をとるグループ、そして B、9時間の睡眠をとるグループっていう風に分けて、あと食べ物は好きな時に食べるという風にして2週間過ごすという実験をしました。その結果、 A の4時間睡眠グループは B の9時間睡眠グループに比べて、タンパク質摂取量が 13% 増えて、脂肪の摂取量が 17% も増えたんですね。で、1日の摂取カロリーは308キロカロリーずつ増えていったと。その結果、寝てるグループに比べて寝てないグループは体重が 0.5 キロ、そして内臓脂肪が 11% も増加していたという結果になったそうです。あとね、アメリカのコロンビア大学が行った研究によると、32から59歳の男女8000人を対象に調べたところですね、平均7時間から9時間寝ている人に比べて、4時間以下で絶睡眠っていう人の肥満率が 73% も高かった。5時間睡眠の人でさえも肥満率が 50% も高いというふうに報告されたそうです。てぐらい睡眠本当に大事ですね。勃起力にとっては本当に大事だし、体型維持、痩せる、太るというところにとっても睡眠大事っていうことは、ちょっとこの結果で分かっていただけたんではないでしょうか。じゃあね、なぜ寝ないと太るのかってところ気になりますよね。睡眠時間が5時間の人と8時間の人を比べると、睡眠時間の短いグループは、長いグループに比べて食欲抑制ホルモンのレプチンっていう分泌がね、16% も少なかったんですって。それだけじゃなくって、食欲増進ホルモンのグレリンの分泌が 15% も増えていた。そう、どういうこと？食欲を抑えるブレーキも緩まっちゃってるし、食欲を増やすアクセルも踏んでいるっていう状況になるんですね、寝ないだけで。おお、これ分かりやすいですね。で、理由として考えられるのは、睡眠不足だと日中睡魔に襲われますよね。そうすると睡魔に襲われるので、食欲を刺激して起きていようって体がするからではないかというふうに考えられているそうです。さあ、じゃあベストは何時間寝ればいいんですかってところなんですが、やはり7時間から8時間だそうです。ハーバード公衆衛生大学院によるとですね、7時間から8時間寝ている人に比べて、少ない睡眠時間の人はより肥満になる
るリスクが高いというデータが多数あると、公式に発表しています。あと別の大学の論文では 7.7 時間、正確に言うと 7.42 分の睡眠時間が一番太りにくいというふうに結論付けているそうです。これね、勃起力も一緒ですね。7時間ぐらいがちょうどいいというふうに勃起力の研究でも出ておりますので、ちょうどいいところ、寝すぎも勃起力にとっても良くないって話なので、7から8時間ベストタイミング、これね、ぜひ皆さん狙ってみてください。ということで、今日は睡眠不足は勃起力低下だけじゃなくて太るんだぜっていう話でした。睡眠不足によっておちんちん力がダウンするだけじゃなく太りやすくなりますよね。そして太りやすくなって太ることによってさらに勃起力に悪影響というのも、このね、負のスパイラルにぐる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 なってしまいます。睡眠不足は食欲のアクセルをブンブン吹かしてくれて、食欲のブレーキをね、緩くしてしまいますっていうホルモンの関係もありますので、太りやすくなるんじゃないかっていう話でした。実際に5時間睡眠の人でさえ肥満率がですね 50% も高いという結果になってますので、理想は7時間から8時間寝る、この7時間8時間睡眠を続けるっていうのがベスト。これぐらいの睡眠時間が取れることが肥満に対しても、そして勃起力に対しても良い理想だと思いますので、いろんな時間の断捨離、無駄遣いしてる時間はないかなっていうのを見直してみてください。そして、睡眠時間の確保とともに睡眠の質を見直すってことはめちゃくちゃ大事ですので、寝る時だけでも締め付けゼロ、これを目指して満月のふんどしパンツを寝る時履いて寝る、これね、ぜひやってみてください。ただし、ふんどしパンツで何よ、そんなの本当にいいの、普通のパンツでもいいんじゃないのと思う方たくさんいらっしゃると思うので、まずはショップのレビューをご覧になってみてください。いろんな方がいろんな角度でいろんなレビューを書いてくださっているので、きっと参考になると思います。では最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題です。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって男性ホルモンの分泌が促されますし、勃起力につながりますし、見た目がシュッとすることで異性からの目線も全然変わってきますので、とにかく毎日コツコツ、行ってください。ジムに行く時間がないという方も、朝晩一駅分通勤時に歩く一駅ウォーキングや自宅でできる簡単チントレ筋トレ動画もたくさんありますのでチェックしてみてください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね、今日お話した通りなので、無駄時間がないか、この時間を睡眠に当てられるんじゃないか、ストレス発散を余計なゲームやお酒の時間に費やしていないかなどなどね、見直してみてください。寝るだけで本当にスッキリしてストレスもさっぱりしますので、まずは寝る、これ目標にしてみてください。3つ目はリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。そのためにふんどしパンツいつもおすすめしておりますので、まずはレビューチェック。質問がある方、お悩みがある方は私の LINE に連絡をください。私が直接一つ一つお返事をしております。先行案内、限定案内なんかも LINE から行っておりますので、質問ないよって方もとりあえず LINE を登録してスタンプをしてくれると私もスタンプを押し返します。インスタ、ツイッターでは私の普段の様子とか日めくりみょんねって企画もやってますので、どっちか一個やりやすい方をフォローしておいてください。ライブ配信も定期的に行っております。 LINE、ツイッター、インスタ、YouTube、それからショップの URL、 これはね、全部この概要欄、動画の下のタイトルの下の細かい文字でもっと見るのところピッと押すとパーって全部出てきますのでチェックしてください。それからこの動画見ながら皆さんね、チャンネル登録お済みですか？まだだよっていう方、今すぐチャンネル登録お願いします。では次の動画まで3つの課題、チャンネル登録、ショップのレビューをチェックする、これ忘れずに、宿題だからね、やってきてくださいね。じゃあ次の動画でお会いしましょう。満月の脳のみょんねでした。バイバーイ。